はいどうも、りょういちです。それでは、ドラゴンクエストビルダーズ、続きやっていきたいと思います。銀遊魚、釣ってきて、満月眼かなを作りました。これで、麻痺を治せますね。よし、じゃあみんなにあげよう。薬だぞ。お、治った。この人も。これで、みんな解決、あとは寝れば、みんな回復するね。多分。よし、じゃあ話しますかね。おお、なんということでしょう。患者様の治療が完了したのですね。長きにわたる治療、本当にお疲れ様でした。良一様には感謝してもしきれません。しかし、必要な治療は終わったはずなのに、完治しない患者様が多くいらっしゃいます。確かに。あ、そうか。この人たち、寝て、回復してないもんな。あとは十分な睡眠で回復するのでしょうか。それとも何か別の原因が。一部の患者様が上言で言っていた、ウルス様というのは、確か元老和様の弟子だったはず。ひょっとすると何か関係があるのでしょうか。おう、申し訳ありません。私得したことがこんな時に取るに足らないお話を。良一様、治療は一旦終わりです。本当にどうもありがとうございました。なるほどね。おう、私としたことはすっかり忘れておりました。実は一つ作ってみていただきたい部屋の設計図を書いてみたのです。お、衣服の乱れは心の乱れ、心の乱れは恐ろしい病を呼びます。良一様、もしも可能であれば、この設計図通りの部屋を作ってみてください。服か。お、衣装部屋。あ、みんなこれ欲しかったんだよね。みんなボロの服ばっかり着てたから、住人たちは。いいね。どこに作ろう。ん？木の工房が壊れたぞ。なぜだ。ん？大木槌何しとんねん。ちょ、やめろ。お前。大木槌壊される。やめろ。寄せ。危ない。大木槌壊せんのか。バリケード欲しいな、バリケード。なんか。壁をまだ作らなあかんな。土じゃ壊されるから。でも石垣作れないんだよね。レンガとかも作れないし。なんだったら壊されないんだろう。木だかな。木のブロックとかやったら壊されないのかな。わかんないけどな。でも木いっぱい集めないといけないしな。まあ大変やな。それはまたにしよう。設計図これ作るか、まず。もうスペースが結構限られてきたな。どうしよう。窮屈やから、ここぶっ壊そう。よし、こんなんでいいだろう。よし、ちょうどいいや。ここにしようか。あ、でもここ扉、ああ、ここ扉なんや。そうか。じゃあ、これでいいか。で、土を置きますよ。じゃあ、まず作っていきましょう。よし。あとは、焚き火を、ここに置けば、完成。おー。できました。衣装部屋。これで、みんな着替えてくれるのかな？住人が綺麗な服に着替える。オッケー。あ、ゴーストたちがほんまに多いな。しつこい。ひっきりなしに来てるもん、さっきから。なんなん、これもう。多いってマジで。やっぱ壁ちゃんと作らないとダメだな。壁作らないともう、やってられないな、これ。ゴーストたちが侵入してきた。ほら、もう次から次へと来てるもん、ゴースト。ほら、もう、なんやねん、これ。でも、壁か。壁いるな、壁。また、今度作ろう。あ、着替えてる。着替えてんのかな？違うな。まあ、いいや。オッケー。とりあえずは、これで完成したはずやんな。これで完成したけど、L がでも、クエストあれしてないな。寝てるからか。ゴースト、ほんまに。
痛い痛い痛い。よし。話してみるか。とりあえず朝にするか。あ、元老朝に話しかけちゃった。うむ、治療を終えたにもかかわらず、未だに病気が治らぬ患者が多く、何か他の原因があるのかもしれん。病の謎を詳しく調べてみればなるまいな。病一を、病の調査には時間がかかる。その間に町を少し発展させてはくれぬか。お、発展系来たか。最近は町が襲われることも多い。刃物に対抗すべく町を強化しておくのも重要じゃ。病一、自由に町を発展させ、ビルダーとしてもう一回り成長するのじゃ。お、良一、町を発展させ、ビルダーとして成長したようだな。どうやら、成長させたようですね。レベル3でよかったのか。しかし、すまぬ。患者たちの病の謎は未だに解けとは。む、患者の一部が上ごとで我が弟子、ウルスの名を呼んでいたじゃと。そのようなこと、わしは知らぬ。わしは何も聞いてはおらぬぞ。とにかく、良一よ、患者たちはこのまま様子を見るしかあるまい。引き続き魔物に注意しながら病の研究を進めていこうぞ。オーケー、なるほどね。謎はね、ウルスというやつがね、握っているのか。とりあえずゴーストがいっぱい来るんで、朝にしよう。じゃあ話しかけちゃってまた。おう、良一様、大変です。またもこの町に魔物の軍勢が迫っています。患者様の治療もまだ終わらず、これからという時に。良一様、魔物たちと戦う準備は良いですか？まあもう話しかけちゃったから行くか。魔物たちを操っているのは、この地を支配するヘルコンドルに違いありません。魔物たちにとって、病と戦う私たちは目障りな存在なのでしょう。やはりいつかこの地に火の雨を降らせる会長ヘルコンドルを倒さねばなりませんね。しかし、良一様、今は目の前の危機を取り除くことが先決です。良一様、私も戦います。共に魔物たちを撃退しましょう。よし。やってやるぜ。うわ、なんか揺れてるぞ。誰や？ヘルコンドルは仲間よ。え？ヘルコンドル来ちゃった？そんな名前なの？キャタピラーでも。あ、ヘルコンドルがいつも来てたんかな？前も来てたんかな？わかんないけど。ちらっと。キャタピラーが、もう、暴れ回って、あ、じいさん麻痺してるわ。これ外で戦おう。街の中で戦いたくない。壊れちゃうから。あの、中のやつはまあ任せよう。危ない、見てー。あ、じゃあ麻痺か。そう。いて。危ない。そう。こいつの当たり判定は意外とでかいんだよ。だから、なんかちょっと近づきすぎちゃう。当たり判定がでけえから、ね、意外と。近づきすぎちゃうんだよ。これどこまで行くね。よし。いや、手強い。意外と手強かったな。まだおるか、まだ来るか。まだキャタピラーや。危ない。危ない。ああ、エルにあったか。お、なんか来た。あいつや。狼。ああ、キャタピラーうぜえな。キャタピラーはめんどくせえわ。意外と。麻痺がな、結構。ああ、みんな混乱してる。でもコンピューターやから、こんなの効かないでしょ。腐った死体まで来た。ああ、すごい。腐った死体初めてや。でかいぞ。硬いって、こいつら。意外と強いな。元老朝ボコボコにされてる。元老朝やばい。元老朝やめて。逃げて。元老朝逃げて。元老朝回復して。元老朝、ああ、無念じゃ。元老朝が。マジかよ。仇。元老朝の仇。うわぁ。元老朝が。あ、担ぐってなってる。あ、消えた。あ、元老朝、あ、倒れた。あ、旅の扉開か。おぉ。あ、元老さん復活してるわ。よかった。おー。あ、なんか回復してる？誰か回復したんかな？あ、一人回復したね。オッケー、こいつ誰だ？
雑魚か。うわ、ほい、病気が治ったみてえだべ。良一さん、治療してくれたアンガとな。おいら病気に立ち向かう人間ってのは初めて見たが、あんたらほんとすげえべ。あとはまだ起き上がれねえ友達のイルマを治してやりてえが、ひょっとするとまだ治らねえ連中はおいらたちとは違う病気なのかもしんねえべ。だってよ、ずっと体をかゆがって血が出るまで全身をかきむしってやがんだぞ。え、マジかよ。おっかねえ病気だべ。なんとかして治してやれといいんだけど。ひとまずアンガとな。これは俺だ。受け取ってくんろ。おー、いいね。あ、お前、かゆいって言ってる。マジか。なんか出てるもん。変なオーラが。オッケー、オッケー。なんとかクリアできましたね。で、旅の扉も新しく手に入れたと。ゲンロアさん、クエスト。またも魔物たちを撃退してくれたか。新しい旅の扉も手に入ったようじゃの。良一よ、実はあの、新しい地でお主に探してきて欲しいものがあるのじゃ。新たな旅の扉をくぐれば、とある遺跡に行き着くことができるじゃろ。そこは、探求者タルバなる人物がかつて住んでいた宮殿の跡地なのじゃ。噂によるとそこには農業の記録と呼ばれるものが祀られており、その記録を知れば自分の力で作物を一から育てられるようになるという。農業、へえ。作物を自分たちの手で育てられれば、病に苦しむ患者たちに栄養価の高い食事を作れるようになるじゃろう。龍一、新しい旅の扉の先で遺跡を探し、農業の記録を見つけてきてくれ。なるほどね。遺跡か。よし、とりあえずじゃあ、そうだな。旅の扉を置こうか。ここに。よいしょ。オッケー。できた。あ、クエストがいっぱい発生した。クエストを受けていく。一応受けとこうか。ケイシ、良一、実はあんたに内緒で聞きたいことがあるんだ。ゲンロアとエルってできてんのか。どういうこと。そんな、あいつらさ、普段なんかツンツンした雰囲気を醸し出してるくせに、たまに気持ち悪いくらいイチャイチャとしだすことがあるんだ。そうな。まあ恋愛とちは関係ないわけだし別にいいんだけどさ、でも離れすぎやろ。孫ぐらいの差あるってこと多分。で、それはどうでもいいんだ。どうでもいいかい。実はあんたに提案したいことがあってさ、患者たちがなかなか感知しないだろ。それってやっぱ水のせいなんじゃないって思ってさ、患者たちの体に良さそうなもっと綺麗な水をどうにか作れないか。もっと綺麗な水？水を綺麗にする装置を考えて水飲み場に置いてくれよ。何、ろ過装置？あ、浄化の噴水。へえ、そんなんあるんや。水の中に置いて使う。で、他は、ノリ。おう、良一、お前に頼みがあるんだけど、聞いてくれるか。けどな、お前のことだから人を馬鹿にした目で見てきそうだし、なんでやねん。馬鹿にしないって約束するなら言うぜ。ちょっとでも馬鹿にするならこの話は終わりだ。どうだよ、良一、絶対に馬鹿にしないか。馬鹿にしないよ。はい。おう、馬鹿にしないのか。じゃあよ、単刀直入に言うぜ。俺、頭が良くなりたいんだ。え？うわぁ、お前なんだよ、その顔。絶対人のこと、馬鹿にした顔だろう。何か病気は治せても、頭では治せませんってが。聞くところによると、魚をたくさん食べれば頭が良くなるんだろう。だから俺はもっといい感じに魚を食えるように新しい調理台が欲しいの。また調理だ。な？どうして頭が良くなりたいのかだと？それは言えねえな。新しい調理台を作ってくれたら教えてやる。頼むぜ、良一。素材を集めて、新しい調理台を作ってくれ。新しい調理台、何あれ？レンガキッチンじゃないのあれ。ぽいけどな。で、L は？良一様、新しい旅の扉でもう新しい土地に行かれたのですか？まだ行ってません。新しい土地にはきっと新しい患者様がいるはず。あ、そうか。その方々もこの町で治療できたらいいのですが。でも、良一様、実は、どうした？まだ病が癒えず、ずっと苦しんでいる患者様を見ていると、私はつい考えてしまうのです。長い苦しみが続くなら、いっそ楽になれた方が幸せなのではないか。元老様がおっしゃっていたように、やはり非力な人間が病と戦うことなど。
こう、申し訳ありません。私たちのことは、とんだ弱音を。洋一様、新しい扉の先にも、患者様が二人いらっしゃるようです。もしまだ連れてきていただいていないようなら、病室のベッドに運んで治療してあげてください。なるほどね。新しい病人も、おると。まずはじゃあ噴水でも作りますかね。作れんのかな？あとは浄化の噴水作れない。何がいる？密林の葉。何それ？知らないな。新しいとこで取るやつかな？ぽいよね。そっか。じゃあ、とりあえず、あれだな。新しいとこ行く前に、ここ、行って、狼の道場のとこ行って、薬あげに行こう。ん？あれ？こんなとこあった。俺こんなとこ見てないぞ。知らんかった。こんなでっけえ建物、こんなとこにあったのに全然気づかなかったよ。今まで。ちょうど、道場に行く手前のところだね。こんなでかい建物全然気づけなかった。何があるんや。すげえ。あ、たらいとか。あ、作業台もある。入ってみよう。あーすごい、なんか、すごいな。壊れた、あれやけど。前あった城みたいな感じでか。この緑のソファーじゃん。回っていこう。ポイント高えから。これもいいな。机とか、飾り。いいね。あーすごい。あ、魚の、あれがある。もらって帰る、全部。あ、釜もあるぞ。あ、木箱、チェスト。穴も入ってないから、さすがに。もうぶっ壊そう。ん？なんかひらめいた。あ、木の床、フローリング。いいね。すげえな、ここ。よしよし。あ、またひらめいたぞ。樽。ウッドウォール。本棚。ああ、いいね、いいね。床はまあいいか。床は取らなくてもいいな。上は何かあるかな。木箱がいっぱいあるな。まあ木箱はもらっとくか。ポイントを貯めないといけないからな。あ、ベッドまである。いいね、これもらっとこう。で、あー、いろいろあるな。全部もらおう。そう。よしよし。壁掛けタオル。あ、木の壁もいいよね。木の壁も欲しいんだよ。松明。扉ももらおうか。この上は？あ、屋根か。上がれないな。なんかあるな。宝箱あるな。どうやって上がるんだろう。上上がる道はなさそうだな。あ、ここから上がれる。キメラが。あ、なんか宝箱。一個呪いがかかってる。封印されてる。こっちは、宝箱に古い紙片が入っていた。おう、俺が最後の仕事と決めた。この屋敷の屋根の修理もついに完成できなかった。屋根の修理。依頼主はとっくに病気で死んで、俺も同じ病気で間もなく死ぬだろう。この家の屋根を修理したってきっと何の意味もねえ。だが俺は職人の最後のものづくりとして、この屋根の修理を完成させたかったんだ。もしこの紙を読む者が意思を受け継ぎ、屋根の修理を完成させてくれたら嬉しく思う。おー。2個で。あ、10個。おー。あ、すごい、全部くれるんや。あ、これで？あ、作れってことね。オッケーオッケー、じゃあ作っていくか。こういうことやろ？よいしょ。で、ここは角やな。
あ、どっか変なとこ行っちゃった。あ、なくなっ、消えた。うわ、マジかよ。下、多分空中に置いちゃったんだよ。空中では、あの中に。やってもうた。これ多分きっちりしかくれてないよな。あと一個この中にあるんだよな。あ、これか？これや、俺が間違っておいたの。よし。で、これでや。こうやろ？ここと、ここに置いた。あ、いけた。もう向きめちゃめちゃやけどいけたわ。オッケー、これで封印が解けた。中身は古い紙片が入っていた。これを読んでいるやつはきっと俺の最後の仕事を完成させてくれたやつだろう。荒いけどな、仕事は。誰かは知らぬが感謝する。お礼に俺の職人魂を受け取ってくれ。お？なんだ？あ、なるほどね。屋根のレシピか。確かに、これで屋根作れるもんな。広がるよね。フリービルドモードで。家作りが。おー。これでも向き変えるのがな、めんどくせえからな。大変なんだよね。オッケー。じゃあ、ここはこんな感じか。じゃあ、向こう行こう。よし、混乱の治す薬を持ってきたぞ。使えばいいのか。使う。おー。ぬおー、領地混乱の病に薬を作ってくれたのかな？そしてこの薬を作るために必要な素材を得たということは、混乱攻撃を仕掛けてくる、リカンとマムルを倒したということだ。実は、わしはな、リカントたちにリカントマムルを倒す稽古をつけておきながら、混乱攻撃が大の苦手で、リカントマムルには手をも足も出ないのだ。だがこの薬があれば、リカントマムルを倒せる。わしのメンツも守れるということだ。がーはっはっは、よくやってくれたぞ、領域。わしは強いやつと正直なやつが大好きだ。そなたをわしの一番弟子ということにしてやろう。マジで。いっぱい弟子おるのに。稽古は全くつけておらんのかな。がっはっはっは。そうそう、これはせめてもの礼だ。わしの太い指には入るのを受け取ってくれ。何、指輪？理性のリング。なんだ？どういう効果やろ。混乱無効。はぁ、なるほどね。そういうことか。いいね。壁掛け松明だけいただいていきまーす。オッケー。あ、これもいいね。柱。これ、ポイント高いから、ね、もらっていこう。これは？あ、これ捕虜の鎖なんや。これ壊せんじゃね？壊せねえか。そうや、あとリリパッドたちにも、あの麻痺の薬全部渡すか。渡したら何かくれんのかな。ちょっと行ってみるか。オッケー、一人目。お、いけた、治った。おーおー、動く、体が動くぞ。俺に何をしたんだ？薬？なんだそれ。まあいいや、俺たちには関係なさそうだしな。麻痺治って気分いい。お前にこの剣な木の実やるよ。おー、命の木の実。おー、いいね。オッケー、次行きましょう。はい、二人目。あれ？もうビリビリしない？もしかしてお前が薬くれたのか？なんだよお前、いいやつじゃねえか。リリパッドは礼儀を重んじる。だからお前にお礼する。お、金。おー、金すげえ。手に入った。一個やけどな、でも。一個かな。一個やね。一個じゃ多分あんまり使い道ない。でも多分次の旅のとこで取れそうやね、金とかは。よし、じゃあ次行きますか。よし、三人目。多分こいつでラストかな。あ、いたたたたたた。あれ？痛くない。もしかして君今何か薬的なものを使ってくれたのかい？まさかわざわざ僕のために満月眼を。君はいい人なんだね。人間にしておくのはもったいないな。せめてものお礼としてこれをあげる。どうか役立ててよね。石粒で50個もくれた。おー。よし、これで多分
全員終わったかな。 OK、 一旦じゃあ拠点に帰りますかね。はい、拠点に帰ってきました。よし、とりあえずじゃあ、あとは、防護壁をつけたいな。木の壁で、あれを作ろう。防護壁を作ろう。これだ、木の壁。ウッドウォールを作ればいいのか。ウッドウォールを作って、土をあれにしたらいいんだね。よし。おそらくウッドウォールなら、あいつ大木槌壊されへんのちゃうかなと思うんだよね。木の壁ならね。わかんないけど、これでも壊されたらもうどうしようもないわ。まあ、ああ、もう拠点自体を木の壁にするか。それでもいいな。そうする？まあ、拠点を壁にしてしまうっていう、あれやね。あ、もう、そうしようか。その方が早いしな。スペースも、あれ使わなくて済むし。それで行こう。よし、じゃあ、ここを。こんな感じで。おー。いや、いいね。なんか、雰囲気あるね、これ。いいね、いい感じ。はい、完成しました。一応、周りだけ木で、囲いました。まあ、土の家の壁とかも後々木にしたいですね。OK、こんな感じで、とりあえずは、安全になるんじゃないかなと思います。はい。というわけで、今回はこの辺で終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。